川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川涼子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんこんにちは、市川隆久です。涼子ちゃんね、はい、いろんな国にまた行ってますって話をするでしょ、はい、でね、すごくその、まあ、気候が違うっていうのもあるんだけども、日の長さと日の短さ、これがね、あの北の方に行くと、まあ、白夜っていう言葉もあるように、はい、夏の間ものすごく日が長いんですよ。で冬になるとものすごく短いんですよ、はい、今ドイツのね不動産を扱ってて、割と頻繁にドイツ行っててね、3ヶ月に2回ぐらい行ってるのかな。で結構な頻度で、そうで1月にも行きました、11月にも行きました、はい、まあ、6月にも行きました、4月にも行ってるんだけど、まあ日の長さがもう半端ない。まあサマータイムもやってるから1時間前倒しになってるってもあるんだけども、はい、今ねドイツでね何時にちょうどその日没かっていうと、適当に言ったら当たるかもしれないから聞いてみようか。8時9時半。あー近い近いけど9時半だよ。ちょっとすごいですね、うん、9時半に明るくて、だいたいね10時半ぐらいにならないと暗くならない。まあ白夜じゃないからまあ暗くはなんのよ、はい、で9時半に日が沈むわけ。それでさ5時か6時にさ仕事終わってた、例えばさ、はい、飯食おうと太陽が高いわけよ、ものすごく。あ、まだ太陽が結構出てるんですね。高い高い、だってだから日が沈まないんだもん。なるほど。だからね有効に使えるわけよね。そうですよね、確かに。半年はね、はい、まあ半年なのかな、何ヶ月かなんだろうけどね。これ冬になるとドイツは、まあ、朝はね、だから夏はそうやっても6時ぐらいにならないと明るくならないんだけども、冬になるとですよ、ドイツ、同じドイツも同じ場所よ、朝8時半なんだと明るくなりません、はい、夕方4時半に暗くなりますと。4時ぐらいかな。早いですね。これね不動産ツアーやるときに思ったけど、冬やったってやっても良くないなと。あ、やっぱり違う。だって暗くなっちゃうと見れないもんね。そうですね。明るいとやっぱり気持ちもいいし、まあまあ季節もいいというのは非常に大事だなって。なかなか日本ももちろんあの日の入り、日の長さとかあるけど、はい、もっと極端だから、例えばヨーロッパの人とか 北米って北の方の人っていうのは、そうやってそこの間をうまくどうやってね、あの使うかっていうこととか、 日に当たるってことを非常に大事にしてるなというの。あ、そうなんですね、うん、すごく思ったりするね、はい。まあ、湿気がないからね、いいですね。いいね、はい、はい。それでは今日の質問に参ります。はい。私は東南アジアの不動産を買いましたが、予想以上のことが多くて儲かる状況になっていません。工事は遅れるし賃貸もつきません。日本のような先進国なら安心ですが、海外ではアメリカとか先進国の不動産をすれば安心な部分もあると思いますが、市川さんいかがでしょうか。はい、先進国の不動産を購入すれば安心ですかっていうような質問ですよね、はい。法整備が整ってたり、データベースがちゃんとあったり、いわゆる中古のなっての市場とか、はい、賃貸の市場がちゃんとある、市場があるってことはお客さんがいます、それに対して業者さんがちゃんといますっていうことがちゃんとあった方がそれは安心だよね。だから東南アジアの欠点っていうのはそこら辺まだ整備されてません。だから逆にラッキーだったらお客さんがつきます。ラッキーだったら、うん、でもね、まあ、不動産って往々にしてラッキーアンラッキーでほぼ決まるケースもあるので、はい、そんなもんかと思ってもらってもいいかな。だってこれ買った物件がね、東南アジアの物件をいくらでどこで買ったか書いてないから分かんないけど、はい、値上がりする可能性は十分あるんだもん。だってまだまだ国の成長はあるでしょ。ああ、そうですね、うん、で人口も増えるでしょ、給料も上がるでしょ、はい、で賃料も上がるでしょ。ただ買った時の値段がもうそこそこ高いので買ってるケースもあり得るので、ちょっとまあ何とも言えないけどね、はい、でもそれは5年後にはちょっとまだ難しいねとか、10年後15年後20年後っていうことでいけば十分あるかもしれませんね。で、先進国の不動産購入すれば安心ですかってさっき言ったように、その契約の法整備の問題とか登記とかね、嘘をつかれたりするケースがやっぱり深刻だったり、はい、まあ、騙したりね、そんなのがアメリカなんかほとんどないの。あの仲介の取引するときにお金をいきなり、
買い主が売り主の方に払うことはしなくて、間に弁護士みたいなエスクローっていうところに払って、はい、最後までちゃんと取引が成立するまでそこは預かっておくわけ、まあ、そこがあのバックレたらどうするのかって話もあるのかもしれない。それ弁護士みたいな非常にあの罰するとこだから、あの仲介業者も預かれないしっていう感じなので、そういう意味では非常に進んでますよ、日本よりも、はい、だからあの先進国の不動産を購入すれば何が安心ですかだよね。そのなんていうの、儲かりますかってこととか、そんな何が不安ですかって話だから、そうですね、まあ、確かにその東南アジアを買ってみて予想以上のことが起きる、これはね東南アジアはそうなんですよ。もうだから楽しんだ方がいいんですよ、それは。それを逆にそれいいと思う。多分まあキャッシュで買ってると思うし、そんなにそのなんていうの、寝かせちゃってることになるかもしれないけどね、はい、だからまあ投資効率的には良くないかもしれないけど、でも将来の楽しみって、まあ、年齢にもよるけどね。あ、なるほど。だ私が例えば今買って20年後って75歳でさすがに見に行かないよねみたいな話になってもねだからそこら辺はね若ければいいんだろうし、だから先進国っていうのともちょっと違うなと。あ、また違うんですね。うん、だからなんだろうな、だって当然先進国の値段高いし、まあやっぱり先進国であろうがどこであろうが、まあそこの国のことが好きでやっぱ興味があって、あとはそこを変える範囲で、はい、っていうふうにちゃんとやらないとダメだし、そこにいる人が日本人だからって言って絶対安心ってことはないし、でもアメリカ人とか他の外国人は基本的に大雑把だし。ああ、そうなんですね。うん、あのね、まあ、いろんな国をちょっと見てるけど、はい、ドイツかな、日本に似てるのは。ドイツはね、やっぱりね、勤勉、真面目ですよ。あの EU の中での優等生というだけあって、まあ、昔ね、はい、大昔日本と戦争一緒にやってたぐらいのあれもあるんだけど、で敗戦したじゃない、あの第二次世界大戦で負けたじゃない、はい、それでも立ち直ったじゃない。ってことはやっぱりドイツ人の勤勉さ。でも日本人ほど働かない、サービス産業しないもん絶対ドイツって。そうなんですね、すごいよ。有給休暇必ず30日取らないといけない、ドイツすごいよねと思う。いいですね。だから、まあ、そんなようなことなのにもかかわらず日本よりも働く時間短いイコールサービスが良くないんだよね。あのそんなこと自分でやれよ的なものがいっぱいある。あ、そう、日本は、まあ、こんなこと自分でやらなくてもいいんじゃないってことなんかもサービスするケースも増えてきてるけどね。そこら辺はちょっとまた話がそれちゃうんだけども、まあでも先進国の不動産を買った方があの予想外の出来事は少ないかもしれない。でもね、で融資という観点において考えてみると結構コロコロ変わったりする。オーストラリアなんかはあの外国人に対しての締め付けが、はい、まあ、オーストラリア先進国なのかっていう問題あるんだけど、まあ、イギリスに統治されてたしちゃんと成長してる国なんで、まあ、先進国なんだけど、あの外国人に 対する融資をあの締めました、締めたと貸さなくなりました、はい、それは何でかというと中国の人が買いすぎてアホみたいな値段が上がりすぎて買いすぎた。中国人ってさ前ほら人口が多いと不動産価格が上がるって言ってたでしょ、はい、3億とか15億とかいるわけよあの国は。で中国行くと いつも思うけど人が多い、どこ行っても人だって、電車乗っても地下鉄乗っても常に満員だから、中国人ってずけなんとかな遠慮してたら生きていけない。でもしょうがないと思うよ、俺も中国で生まれたらそうなると思うし。そうですね、うん、だからでもそういう人たちが動くと不動産って上がるんですよ。だからそこにうまく乗っかって、買うとか、例えば今ね中国人の方が買いに入ってるのがポルトガルとかスペインとか、はい、ちょっと一時期経済がもたもたしててちょっと良くないなって言ってるのに、まあ、中国人さんに対してその移民の、システムをちゃんと作ってって不動産買えば、永住権取れますよというようなことなんかをですねやり始めてから結構あの不動産価格は戻ってきた、はい、そんなことになって、それがまた新興国じゃなくて先進国の方がいいだろうねっていう感じで、あのということなんか考えたらそういう国を買ってもいいかもしれないし、まあ、そこら辺の具体的なもっと細かい話はねまた私のセミナーに最近宣伝ばっかりだけど、そうですね、でもねもう言いたいことが多くて、はい、でこんな話ってね他のセミナーじゃ聞けない。そうですね、うん、でもまああの先進国の不動産買ったら減価償却できますよってバカの一つ覚えのように言っている、はい、節税のためにね家を買うっていうのは
プラスアルファですよ。それが本題になっちゃいけませんよ。だから それがいい物件かどうかがわからないっていうのはあまりよろしくないなという気もするので、はい、ぜひね、先進国だから安心というわけではないし、セミナーを信用するなというふうにちょっと言いたい。勉強してくださいねというところかな、うん、というのが、まあ、私の意見であり、はい、回答かな、はい、というところです。はい、市川さん、今日もありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。